こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。ジャオラのダンス、タイムオブカリナ。んカリナのタイムですね。逆でしたね。タイムオブカリナって、オカリナの時になっちまう。ということで、今回からだ、今回ですね、水の神殿パート2になりますね。前回は、水の神殿をなんか、苦しみながらなんとかやっていったところですけども、やっぱ行ったり来たりするのがね、なんかね、このね、苦しみというかね、ということで次行ったんですけど、あれさっき進めないのどうなってるんだろう、なっていうことなんですけど、何かが立って待ってるんです。あれわかります皆さん。はい。あいつ撃ってみようか、ちょっと。ね。なんか、クソ生意気な声でこっち見てやがってさ、撃ってみるか。ほら、ほら。ほら、始まった。ということで、だんだん色が濃くなっていくんですよね。色が濃くなっていくと、まあなんか終わりが近づいてるみたいな、そんな感じですね。はい、ということで、ダークブルー。黒いのか、あれだよね。黒いのかどうかわからないって感じだよね。はい。ということで、今回の、敵はですね、この子でございますね。ちょっと、ほい。俺は剣士らしからの戦いが起きてる。おらおら。ちなみにですね、こいつの体力に関しては、なんだっけ、こっちの高かったっけやばい。なんで横突きをするんだ。横突きをしたらちょっと舐められるんだって。ほい。こいつ、強いだらしいけどな。こいつの攻略の仕方が未だに分かってない。メガトンハンマーを使えば勝てると思ってたんですけど、体力は自分のハートと同じなので、ちょっと待って、色が超黒くなっている。そしてお前誰を攻撃してるんだ、リンク君。あ、違う、ごめん、間違えた、ブルーホース君。おいて、一瞬の隙を使う。違う、ちょっと横付きをしよう。横付き、おい、来たー。ちょっと本当にね、こいつのあたりどこ行った、どこ行った。もう最悪、必殺技を使うんだ。なぜ横切りをしない。よし、わかりました。はい、もう剣士らしからぬですね、攻撃をしようと思います。あ、あれちょっと待って、いない。OKOKOK。 はい、これでようやく、だからハートが3だったら超楽なんだけど、黙れって、この子なの、ちょっと硬くない、おなれ自身に打ち勝つのよ。食らいながら関係ねえ、めっちゃ切ってくる、おりゃ。炎すらも立てて防ぎやがる、こいつ。ほい、しかも動けんのがそのタイミングで、うん、溶けろ。ほい、よし、オッケー。ちなみにこれ大丈夫、よし、ほい。でてか、マジック使ったの初か。これで体力どのくらい削れるのかな。あ、なんかマジック使う瞬間、なんか消費されてるメーターがなんか少しふわって浮かんでる。はい、痛い。ほい、さあ向かってこい。さあ、俺が切り込むんだ。そうすれば君をダメージを与えられるよ。ふわ。ちょっと待った。ほら、来た。痛い。ラストだ。やばい、ラストだからこれ。終わった。どうしよう。どうしよう。ま、ちょっと待って。まさかこんな時代になると思ってなかった。ね、ちょっと待ってね。どうしようかな。ボム中でも投げてみよう。ボム中投げてみようか。ちょっと面白いか、ボム中投げてみようか。どこ行った、入ってよいしょ、おい。あ、ボム中がもうひたすら、あ、違う、あ、本当にまずいな、これは。なぜ突きをするんだ、バカ。誰突きをしたらそうなるってのが分かってんだろ。縦切りからの横、ちゃーん、だからなぜ突きをするんだ。
だね、今も。よかしら、こっち。ずる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 。なんだこいつ。なんで俺だけ食らうんだ。よし、よし、よし、よし。僕、横に弱いぞ。盾を持ってる側の横切りに弱いぞ。ここからなぜ立つ。あれ、確か、お、な、な、なんか、え、お、おなさきか。アズデッドと思うじゃん。まあこれがあるからなんかあのちょっとなめこをしてたってところもあるんですけど、ほんとこの優秀だよねこいつね。ちょっとなんかずる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 。ちょっと待って、あれ俺の攻撃力ってどのくらいなんだ。回転切りが全く効かない。投げてるし、シュートボムシュ投げて、そしてもうなんか 足元またくぐって全然くぎにくくなってるし、なんでそれが効かないんだ。やっぱあでも縦切ってもあれなんだな、普通に。なぜ端っこに追い詰められているはずなのにお前の方が食らっていいんだ。逃げろ逃げろ逃げろ、ほら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 、うれ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 、怖いだろう、臭いだろう、おじさん何日もお風呂に入ってねえんだよ、ほらほらほら、ふっふっ。ちょっと待って、本当に真剣にやべえな。よっしゃー、そしてラックレベルの20ルピーだけか、しょぼ。ここまでボコボコにされたよ。さあここからうるさいタイミング、ピンピンピンって、さあ私が見せられていた原因を言って何だったんでしょうね。さあって会食実はこんなんでね、全くねあの何もない場所だったんですよね。でんということで、さあこいつとご対面だら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 。いやまさかここまでね来れると思ってなかった。もっと時間かかると思ってた。なんか8時間くらいここで迷うかと思ってた。いや、長さがなんと2倍ってこと、これ断平さがいらないことになるよね。で、こいつに切り替えて、いやー、ハートもね、ちょ、待って、ちょ、ハートもねえし、魔力もねえし、もうボッコボコだよね。まあ、なんとかね、いけたからいいけど、シュワ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 。結局、ベンツがね、この作品に出てくるやつの中でね、一番強いと思うんだよね。めっちゃ叫ぶやん。よし、レッスン、ブロック続きに巻き込まれないように気をつけて。ハートがないんだよね、本当にね。ハート欲しいよね。ハートフルな、やっぱ人生を送りたいもんね。うん。人生を過ごせば過ごすほど、お金よりも人間関係の方が大事な人生になってきます。スー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 いやか。いやな、今。ちょっと、まあ、何しんねん、何しんねん。ぶち殺すか。どこ行った、どこ行った、あれあれどこ行った、あ、いた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 。よし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 。チャラチャチャーン。で、あいつどうしよう。とりあえずガン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 行ったらいいのか。ロングフック。なんかちょっと色がまがまがしくなってるよね、気持ちね。よし、まあ、とりあえず倒したし、こっち行っといて。危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。ちょ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 ハートキャッチプリキュア戻ってなさそうだな。ハートはなくなってそうだな。
あんな坂道もこうね、ゴリゴリいけないんだったら、もうヘビーブーツ、ただただ重いだけの、重いだけの、重いだけのシューズ、重いだけのシューズ。よし、痛い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 。で、こっち、ゴリッといって、よし。で、ほい、こっから、糸目でたけれ、友の花をもう一丁。ほい。あ、ちょっと、微妙、この微妙な、微妙な当たり判定がね、難しかったりするよね。じゃあ、普通に、ちゃう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 。よし。さっ、ちょ、もういってる場合か、バカ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 、脱出、頑張れ、頑張れ、粘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 れ、またうるさくなったよ画面が。ごめんねみんな。そしてね、叫びすぎてお腹が痛くなった。痛いお腹。コンパスなんだからさ、渦のあるところもぜひ教えてほしいんだよね。そうはいかないよね。そうはいかの金玉キッズ。登っ、あれ、で登って、おおだよね。で、はい、なんでなんでなんで、レーシックの治療だとあれ視力が戻っちゃうから早くしろとか、だから ICL しろって言ってんだね。で、ここは、あー、ここに戻ってくるんだね。初めからここに行けばよかったのに。あー、流されてる。ぐるん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 。で、これであれだよ、あの前回パートで、あの弓矢刺してロングフックじゃなきゃいけなかったところに戻ってくるっていう、そっちなんだよね。あー、落ちた。バイバイ。俺はこいつで旅に出る。ピカチュウ、鍛えた副所長で旅に出る。仲間を増やして俺は一人、墓地の31が一人で、墓地の31が一人って、なんかあれだな、頭が頭痛って言ってるのと一緒だな。うん、とりあえずあの墓地が、うん、頑張ってゲームやってんだ、虚しく。で、ここ登っていって、どうしよっかな、これまたあれやった方がいいのかな。いや、でもあれ違うの、こっち、あー、そうだね、あそこだ。ってことはこれは一旦、今ここでロングフックを使っていくべきところはないよね。だけちゅりん、そうだね。だから一旦一番下まで干からびさして、で、その上で、真ん中まで行って、じゃあ真ん中の水位に上げて、だね。うん。これで次進めるはずだ。よし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 。いい感じ、いい感じ。こっち行ってー。これでなんか上とか登、あ、さすがに無理か。なんか伸びてた。おもろ。よし、じゃあリンクこっち見とこう。向かってくる。あ、ちょ、待って待って、毛細血管いっぱい詰まってるところがなんかつけてみた今。怖い怖い。よし。いやー、うるさいな、ほんとに。あ、唯一静かな瞬間。ちょ、バイ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 。毎回うまくいかん。じゃあなんで、おっ、よし、オッケー。いやー、ここで別に溶接使ってもいいんだけどね。ピコピコピコうるさいしさ。あ、違う、ならないんだ。また毎回言ってしまって。これは暗いのか、なんで、what? やっぱ、あれか、システム的に一回開けたやつか。だよね、そうなるってことだよね。くそー。いやー、誰か私にハートを一緒に遊ぼうって言って。もう、スイッチのオンライン、もう、ゴリッゴリに一緒に遊びますよ、本当に。一緒に遊んでくれる方、大募集です。よいしょ。これ、登って。で、おい。何してんの？オッケー。じゃーん、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 じゃーん。
関節が痛い。あのね、ミニプスのコーチをやっててですね、メインで教えてるコーチがなんか張り切ってさ、すっごい鬼畜メニューを小学生にやらせて、でそのお手本で私もね一緒にやらせられたもんだからさ、もう辛いのなのってマジで。まあでもあれがね、あのプレーがね、カッティングっていうね、バスケの、まあ、なんて言ったら、技術の一つがあるんだけど、まあ、それをね、やることによってね、うん、まあ、小学生でも走るバスケっていうのを覚えていくようになるから、非常に必要なことなんではなかろうか。と言いながら、バスケやってない人からしたらね、全くもってね、何の話っていうね。よし、OK。ほい。一回でもなんかあれだね、外すともうなんかに、あ、え、ここに来るのか。はい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 。よいしょ。わっしょい、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 わっしょい。てるてててん。なんか、意味深なあれがあるな。小さな鍵。ちっ、鍵を。いや、違うな。ハートだ、ハートだ、ハートだ、ハートだ。よし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 、ハートで、ここ登っていいのか、ここに登っていって、なんか意味あんの、嫌なのがいるな、とりあえず固めとけ。よいしょ、おい、邪魔邪魔邪魔で、プラステージの入り口に戻るやつだな。あれなんか今小さい鍵でさ、開けて入るところが他にないんだよな。あ、しかも沈んでるし。あ、じゃあここに来た意味はない。ん、今あとどこ行けるんだろう。小さな鍵、あそこはさっき来たところだし、あそこに行ったって意味がない。これは、あそこ行ったっけ。あれ、やばい、分かんなくなった、本当に分かんなくなっちゃった。ここは行ってないか。あー、しゃー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 。ではな、ここは来ても仕方ない。どこ行ったらいいんだ。今小さな鍵を三つ目のところ置いて、また開ける、開けて、開けるじゃない、あげる。今あげても仕方ないんだ、開けるところがないから。じゃあ二つ目のところで、あー、やばいね、本格的に迷ってね。もう一回こっち行っても仕方ないし、あそこでもない、あそこでもない、こっちでもない、下でもない。お、とりあえず水位上げるか。戻っても仕方ないもんな、あそこをゴリゴリって押すだけだから。そうだよね。ほい、あ、ちょ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 、待って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 、あ、嘘やん。あ、無理か、めんどくさいことになった。そして早く降りてこいよ、青。この水圧のせいで降りてこれないか、一緒になって降りてくるんだよ、だよね。なんとなくそんな気がしたい。ほい、あ、やった、あ、大好き、ありがとう。こいつはほぼ割れないだよね。よいしょ、ピキピキペケペケン。マジで分かんなくなっちゃったな。あと行って開けても、あそこはだってボス部屋だもんね。んー、まあ、とりあえず開けてみるか。ここで、あら、ここで嵐を呼び起こそうとするな、つい下げられなくなる。
いやー、わからんな、ちょっと待ってな、ほんとに。じわ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 。では、ここは行ったところだよね。多分ね、なんだっけ、あいつあいつあいつ。あ、そうだよね、ガチャ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 だよね。じゃあここ普通に戻って。ん？また復活してんな、あいつ。ここで戻ってきたもんね。あそこ行ってみる。いやでもあそこは違うんだよな。あそこはだって留守だもんな。ちょっと待ってよ。ここ。あ、寄せ。もうマイク。あ、ちょっと待って、寄せ、待って。あ、しかも2匹。じゃあ1匹は、実家で買いましょう。はい。どこだ？なんかこの水位の状態でまだい、あー、ちょ妖精って捕まえるの難しいな。じゃあ沈んでみましょう。どうしましょう。こっちとかいっ、そうやな、ここ行ったことあるはずだよ。あ、そうだそうだ、ここ行けなかったんだ。そうだ、思い出した、思い出した、そうだ、ここ行ってなかったわ。何をぐる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 した。そうだ、ここロングフック手に入れてからじゃないといけないよっつった場所だ。先行ける、よし、よかった。このまま迷ったらどうする。すげえやだ。とりあえず真ん中を突き切っていきましょう。流れに逆らって生きていくの。よし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 、いいね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 。なんかいたな、こんなの。スティンガーだね、普通に。オッケー。あ、もうめんどくせや。あ、よし、あと1匹終わり。待って、まだ普通にいるな。いて、普通に飛んできやがったんだよ。こねろ、 OK。 何を取った、今ペケペケンピクプクン。じゃあゴロン名物あれ使いましょうか。よいしょ。間違えた。これでいいや。で、こうだな。ほい。こっちの色もなんか違うんだよね。あとで塗り固めましたみたいな色してるんだけど、こっちも。ほい。こっちだ。スイッチがあったからこっちだ。で、こいつをゴリッと押していって、いやー、この謎解きがやっぱあれだね。持ってのトッポだね。よいしょ、よいしょ。あ、で、戻って、できる限り引っ張った後に、ちょっとした隙間からやっていかなきゃいけないと。引っ張って。ああ、これまたあれだな、戻って逆サイドから押さないといけないんだろうな、多分な、スペース的にな。あ、いや、そんなことはないか、いけそうか。あ、でも、そもそもこれをジャンプで飛び越えられない可能性もある。無理でした。そもそもが無理でした。よいしょ。あ、これあれか、いちいち戻るんだ。ってことは、これどっちから来たかっていうのが分かんなくなってきてるんじゃん、今。どっちから来た、俺。まあいいや、登っていきましょう。はい、落ちる。よし、まだ。おし、オッケー。てるてててん。
あ、水位が上がるの？水位が上がるのか。これっぽいね。こっちだな。え？なんかまた出てくるの？この閉じ込められる式？ティン。あー、そういうことか。うわー、あいつラインのめんどくせえな。ということで、まずぶっ刺します。でぶっ刺すと多分怒ってこっちに向かって襲ってくるはずだから、そうなるまで待ちましょう。だよね。落ちる。あれ、もう一匹は。おめえの怒りはそんなもんか。もっと激しく来いよ。うらうらうら。オッケー。なぜ撃っちゃったんだ今って言って、なんかあの3つ目のところとかになんか登ってきたら超もろいんだけどね。んなことはなかった。よし、オッケー。よし、ほい、オッケー。イカ省略ドン。わっ、おっ、え、あー、こっち行かなきゃいけないんだな。ちょっと待って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 、あれ届く？あ、ちょ、無理だ。ギリギリまで引き下がって、よし、はっ、ルッルッルッ、落ちてきてるね。いいね。ほい。で、こっから多分、あ、こんなことした記憶全くないけど大丈夫？まあもうおっさんの記憶なんてもう遥か彼方だから、もう全然ね、あの頼るもクソもないんだけどさ。なんかいるよね。そうだよね。よし、こうやってカーンと飛ばしてる間にヒットエンドラインヒットエンドラインよし、OK、よし、で登って、あ、よかった、小さな鍵が見つかった。見つかったとか持ってた。おお、ドゥ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 沈んでいって食らってるよね、普通にね。ゴリッと食らったよね。あ、なんだなんだなんだ、よし、オッケー。で、岩が降ってくる前にと、よしよしよし、あれ、これ合ってる？あ、これ進んじゃってない？大丈夫？ここ戻ってるよね、ちゃんと。ですよね、ですよね。そりゃそうだね。だって自分がいた場所にアオテクタイプ2体もいなかったもんな。最初から襲われてるチームとなったら。バーン、しまったん。いっぱい、いっぱい、おっぱい、Fカップ。このネタはクレヨンしんちゃんわかる人いるかな？よっしゃー。オッケー。なんとかこの、パートで、倒せそうでよかった。レオン S ケネディも大喜びっすよ、もう。あー、もうなんか、ちょ、待って、お前、ネッシーやな、こんなところまでお前ら来て、痛い。どうしよう、演出で一回やっとく、やっぱり、ね、やつにダメージを食らわされるっていうのは、なんかまあ、一回サービスでやっときたいよね。うん。で、なんか、ナメプをした結果、ゲームオーバーになるとかだったら、元も子もないけどさ。まあ、そんなことはないから安心してけろっていう話なんだけど。うん。なあ。もう無理だね。ああ、妖精ちゃん復活ありがとう。あ、ちょ、待って。コントローラー。一瞬コントローラーが動かない。はい。端っこ。これちなみに、ローリングすると元に戻っちゃうのでご注意ください。ギリギリー。オッケー。さて。気をつけるぞ。それはただのミスではない。そうなんだよね。これ全部がね、もうなんかね、やつなんだよね。うおん。そもそも核生物だけどさ、こいつさ、目ってあるのかな？単独でこっちを見てるとか、そういうのあれなのか？俺そっちから、そっちだったっけ？あれ？
そっちじゃない気がするんだけど。なんか、立ち位置が変えられてるかっていい。いいのか、そんなことで。いや、そうでもないか。合ってる合ってる。立ち位置合ってる。うにょん、うにょん、うにょん。水星国際。モーハってどっから撮ってるんだなって言葉。なんか、ヒエキンとかさ、あの京都のさ、なんかあの地名から撮ってるみたいなやつじゃん。ちょっとこいつあんま関係ないんだよね、なんかね。どうする一回くらとか。まあ、いくらとかね。オッケーオッケー。演出です。うわぁでもこれ水なのにさ、こんなさ、苦しそうになってるってことは、呼吸困難なのか、僕もあの水じゃなくてなんかそういうね、まあ確かにな、一気に 4近く削られるっていうのは、今までにない、あれだったかもしれないね。うわん、うわん、うわん、うわん。さあ、おいで、おいで。よいしょ。ほい。あれ？あれ？ちょっと。ほい、ほい、ほい。ほい、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 ほい。ほい、ほい、ほい、ほい。それで食らわないんだよ、みんな。さ、ずっとこうしてたらさ、なんかさ、水星だからさ、なんか、干からびて死んじゃうとか、そういう動きになったかもしれないな。ごめんね。ほんとごめんね。ほんとごめんね。お前はこういう面なんだよ。今まで一番かわいそうなんだよ。まあだからね、一回演出でも食らっとくっていうことを言ったんですけどね。まあ、大体のもうゲームプレイヤーがこの攻略方法についてご存知かなと思うんですけど、まあ、そういうことです。いやー、まあ、面白いね。ボッコボコにしてあげ、差し上げましたよ。ちゃっちゃっちゃー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 ちゃなんか会うときやっぱこの格好で会ってあげなきゃいけないかなと思ったりもするんで。で、ほい。ハートの器はどこだ？え？あったあったあった。よいしょ。と、まあ最低2つはアップできるね。うん。まあ14個にでもなりゃね、さすがにガンモ豆腐も倒せるでしょう。まあやつの、あのね、ガンモ豆腐の攻撃力は3。だから、まあ4発までは耐えれる。そうですね。賢者のパパパパパパパ。さあ、まあもうみんな予想通りだよね。ブルーフォース、さすがフィアンセとしてわらわが選んだだけのことはある。これでゾーラの里もゾーラたちもいずれ元に戻るであろう。では、その褒美として、我が永遠の愛を与えると言いたいところであったが、それは今のワラーにはかなわぬ願いのようじゃ。ワラーは水の賢者として水の神殿を守らねばならぬ。そしてそうなった。ゼルダという姫を探しておろ。ワラーに隠し事はできぬぞ。うっふっ。ゼルダ姫は生きておる。ワラーにはわかるのじゃ。だからくじけるではない。そなたのさらなる活躍を信じ、このメダルを与える。死んで受け取るがよい。まあ、なんか4コマ漫画かなんかで、確か、チークに助けられた時に、彼掴んだっていうネタがあるんですよね。で、その時に生きておるんじゃろうっていう、その確信。どっか掴んだだけでゼルダ姫かどうかわからんだろうってね。さあ、3つ目ですね。もしシークにやったら、ワラーが、礼を言っておったと伝えてくれ。良いな。オッケー、いい感じですね。さてさて。それで次にどこ進んでいったらいいかみたいな、なんかそういう話ってどこで入手するんだろうな。まあ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 、普通にね、某村に行ったらいいんだけど、まあこの作品で村ってね、湖から。あ、じゃ湖の水から魔の力が消えていく。ブルーフォース、やったな。こう見たらあれなのかな？さらしでめちゃめちゃゴリゴリに巻いて、おっぱい潰してんのかな？まあ、潰せる程度のバストだったかもしれないけど。ルト姫が僕に礼を。そう。彼女のためにも、ハイラナの部屋は早く取り戻さねば。な。見たまえ、ブルーフォース。君とルト姫の力で魔物は倒された。
湖は再び清らかな水に満たされ、元の姿を取り戻した。ちびちびあれもんな、お尻が出てるもんな。あ、口元ちょっと見えたね。初めてじゃない、口元見えた。ちょっとなんかニコッとしてるよね、口元。いなくなってる。この後さ、ジャポンってなるけどさ、いや見えてる見えてる、その言っちゃった見えてる。さあ、ちょびちょい。いうところで、やるべきことがもう一つあります。それが終わったら、このパート終了としたいと思います。なんか、マジでいい、あれがねえな。ひょーん。ちょ。これを使うにはね、今ね、残念ながらね、もう、魔力がないんだよね。朝日。いや、いいねー。こうちょっとずつね、平和が取り戻されていくっていう感じがたまらないよね。ない。残念でした。今日、ほい、ウェイが飛んでんな。あいつになんか結構ダメージを食らわされたんだけど、グエってなった、ほんとに。しょうもねー。ということで、ほい、ゲット。炎の矢を手に入れた。ということで、命中すれば火なるまで。オッケー。ということでね、今回はね、無事、なんとかほんとゴリゴリに難しいと思ってた水の神殿を、なんか2パートでクリアすることができたっていうことがもうね、私ね、本当に心底、心の底から嬉しいと思っております。心底も心の底もおなじみなんだよね。何を2回言ってるんだって、頭が頭痛で、痛いんで頭がって言ってるのと一緒だよね。変わらないよね。ところが残念なことにですね、ほぼ回復したところで、ゾーラの里はですね、はい、まあ、ご覧の通りですね、まだね、氷に閉ざされているということでね、はい、もう、彼らは元に戻ることはありませんという残念な感じになってるんですよね。いや、本当に本当に。ちなみに、湖にあって、ああ、ごめん、エポラ、あれ、エポラ、そのところで降ろしたって、俺。ごめんね、エポラ。ずっと待たしてたね。あった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 。魔法、しょぼっ。魔法が欲しい。魔法。魔法です、魔法です。マフメット、マフメット。ちょっちょー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 。オッケー。あ、いたオッケー。よし。ここに潜っていったら、そう、本当に最後にやりたいことがあるんだけど、おじさん元気？わしは入りや、この水、変なものくせ。7年経っても同じことしか言えないというね。ボケとんのか？まあ7年前からもジジイだったのかな。さあ、ところで水深にこれ潜っていったら、でん、オッケー、よし、ちょっと待ってね。え、待って、上手おるやん。わ、上手が上手に上手の坊主の絵を描いた。何言ってんの。よし、じゃあこれで、これでもあれ金の鱗じゃなくてダメなのかな、確かね。金の鱗で潜られるとダメなんですね、確かね。だよね、残念。はい、じゃあダイオウイカを見ながらですね、今回のパートは収録させてもらいたいというふうに思います。ということでね、今回も最後まで実況動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。水の神殿無事クリアできたんでね、次回はもっと先に進んでいきたいというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら幸いです。では次回パートもまたお楽しみください。さよなら、バイバイ。